こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、スターシードの特徴っていう話をしたいと思います。こんにちはこんにちは、好きだな。で、ですね、結構長くなりそうなので前編と後編っていうことで、やりたいと思っています。で、あとですね、ちょうどですね、スターシードクーさんと12月に講演会をやりまして、その時の本が、スターシードの地球に住むスターシードたちへっていう本が出ますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。で、このスターシー地球に住むスターシードたちへっていう本なんですけれども、内容は12月に、去年の12月にやった講演会の内容になるんですけれども、本当にね、宇宙のコア情報が出たんですね。もうものすごく、なんて言うんだろう、私たちがもともといた星の情報っていうのかな、それに対してスターシードクーさんの知ってる情報を一部出していただいたっていう感じになりますので、すごくもう読んでいてワクワクすると思うし、ああそうだったなみたいな感じとかすごく出ると思います。あとはQ&A ですね、たくさんご質問いただいたんですけれども、講演会の中でその時の内容も本当にたくさん出てるんですけど、すごくね、やっぱりこう宇宙人の視点からの、質問の回答になるので、もう目から鱗っていうことがたくさんあると思いますので、それがですね、この本の中にギュッと詰まってますので、概要欄のところに貼ってありますので、ぜひよろしくお願いします。いつだっけ、6月の20日に販売になるので、今はね予約になると思うんですけれども、ぜひよろしくお願いします。で、今日はですね、スターシードの、特徴っていうことでお話ししていきたいと思います。で、じゃあまず1個目からいきますね。もうね、たくさんね結構あるんですけど、最近ね私がね思うスターシードの特徴っていうところで、この間グレちゃんとさ話してて、あ本当にこれあるなと思ってたのは、合理的とか効率を重視するっていうところが結構あると思うんですよね。じゃあここは一つ一つ後で解説していきたいと思うんですけど、まあ、合理的とか効率重視っていうのが1個目ですね、はい。で、2個目が、なんか違和感とか、まあ、生きてることにですね、違和感とか異質感、なんかちょっと変わってるっていう感じかな、うん、変わってるっていう感じをいつも生きながら感じている。本人がね、私変わってるのかなっていうのをなんか感じやすいみたいな感じですね、はい。あとは、高い直感力とか洞察力があるっていうのはありますね。やっぱりこういろんなものをこう見てて、すごくこうなんていうの、クールに見てるみたいな。後でこれもさ説明していくけど、こういうとこありますよね。あとは強い個性と独自性を持っている。かなりね個性的な人とか多いですね。で、自分のカラーっていうのがもう唯一無二のカラーっていうのを持ってる人が多いと思うので、まあ、ここもね後で解説していきたいと思います、はい。あとね、これはすごくねあるなと思ってるのは、宇宙とかやっぱりこう宇宙人とか次元とかさ、そういったものにすごく関心とか興味がある。宇宙の周波数が好きってやつね、うん、これはねもうまさに特徴じゃないかなと思いますね。宇宙の周波数が好き、はい。で、最後が、高い創造性と創造力を持っている。まあ、芸術とか音楽とかいろんな何かをやった時にやっぱりすごくこう創造力豊かな世界観を表現することができている。まあ、そのようなところがあるということですね。結構みんな当てはまるんじゃないかと思うけど、要はさ感性がやっぱり鋭いっていうことだと思うんですよね。じゃあ一つ一つねちょっと、皆さんにシェアしていきたいと思います。まずさ合理的効率重視っていうところで、これはさやっぱりかなりもうね、なんだろう、よくさライトワーカーとかみんなスターシードなんだけど、宇宙性がめちゃくちゃ強い人のことね、もうなんていうのかな、すごいクールなんですよね。ものすごくなんていうの、ゼータレティクル的な、ゼータレティクル的な感じで、結構こう何ウォーズマンみたいな感じでバシッみたいな、バシッってやるとこをやるみたいな感じで、で、ちょっとせっかちみたいな。だから合理的だから、なんか効率が悪いものに対してすごいイライラしてきたりとか、なんていうの、
1個のことをやりながら10個どうやったら終わるかみたいなことをいつも考えちゃうみたいな感じとか、だからなんていうのかな、効率的に動きたいみたいな感じ、うん、私ね、私自身これすごいあるんですよね。意味のないことをやりたくないっていうのをいつもよく言ってると思うんですけど、なんかさ、合理的にやらないで何になるのみたいな。だからね、すごい遠回りするようなことやったって意味ないじゃないですか。どうやったら効率よくできるかっていうことばっかりいつも考えてる気がするから、これはねかなり、だからなんていうのかな、宇宙ではすごくシンプルなんですよね。シンプルだし、いろんなことがほら早く叶ったりするわけじゃないですか。だけど地球ってものすごくなんか遠回りするようにできてたり、その遠回りすることがいいこととか美徳のようになんか刷り込まれてたりするから、なんていうのかな、だけどそれでうまくいかないんですよね、うん、そういう感じのことですね。そう、そうですね。だからね、ここ合理的、効率重視、ウォーズマンですね。ウォーズマンみたいにバシーみたいな。だから、だと、なんていうの、楽しくないとき笑えないとか、あ、まあ、それはまた違うか。楽しくないときは。とにかくウォーズマン、たまに私もすっごい真顔になって、なんていうんだろう。うん、すっごいクールになっちゃうときありますね。合理的なとき。集中してるとき、合理的になってるときは、感情を押し殺して、感情がもうない状態でバシッてやるときがあります。ここは結構スターシーの特徴になると思いますね、はい。じゃあ次、変わってるってやつね。違和感とか異質感を感じるっていうところ、はい。で、変わってるっていうところで、やっぱりこう違和感とか、地球にいること自体がさ、違和感があったり異質感を感じたり、自分が変わってるってことなんですけど、ここに関してはですね、やっぱりここに地球にいながら自分自身がさ、こうなんだろう、どこにいてもこう自分の居場所がないような気がするとか、なんかこう馴染めないとかもそうだと思うし、なんで変わってるからね、自分自身が。だから他の人と違うから、カラーが、それでなんかこうみんなと同じじゃないからやっぱり変わってるっていうところがあるよね、うん、そう、なんか自分と同じような人を探してもいなかったりっていうところがあるんじゃないかと思いますね。あとはそのなんだろう、いろんなものに対して違和感があるっていうところはあるかもしれないですね。学校生活とかさ、なんかすごい私はずっと違和感で、おままごとみたいだなっていつも思ってて、なんかこの間ちょうど話してたんだけど、学校って上辺、すごい上辺で付き合ってるなと思ってて、まあ、特に私の学校がそうだったのかもしれないですけど、なんか何の無意味な会話をしてるなとかさ、なんでこんな意味のないことしてんだろうとかっていつも思ってて、違和感だらけだった、学校に対して、うん、でも別にそれが嫌だったわけじゃなくて、なんでこんな無意味なことやってんだろうとかっていうところで違和感を持てたっていうのもあるし、まあ、自分が別にそこで浮いてたか、でもやっぱり気配を消したりとか、わざわざそういう目立たないように、目立ってたかもしれないけど、あんま目立たないように、だけどやっぱり違和感は感じてたよね。こういうところもあるんじゃないかと思いますね、うん、いろんなやっぱ地球っていうものに対して自分の居場所じゃないような感じがするみたいなところもあるんじゃないかと思います。これが2個目ですね、はい。で3個目、高い直感力と洞察力があるっていうところで、物事の本質やエネルギーを感じ取る能力が高いため、直感的に、適切な行動を取るところがあるっていうところで、そうですね、物事の本質やエネルギーを感じ取る能力は高いよね、うん、だからこう何話してても本質は何かなとか、なんだろう、話の趣旨は何かなっていうところにパッと捉えて、本音とか本質の部分に行くっていう、だからこれも効率なのかもしれないですよね。意味のある会話をしようとしたりするっていうところがあるんじゃないかと思います。ここはだから高いやっぱりこう直感力とか洞察力を使ってんだと思うし、あとはその、まあ、こういう方が多いっていう話ですね。あとは結構さ、スターシードの人ってこう客観的に、なんか結構こう笑いながらもこう客観的に見てたり、こうなんで一歩下がって見てるっていうのかな、どこ見てるか分かんないってよく言われたりした方多いんじゃないかと思うんだけど、こうやって見てる
見てるんだ、例えば皆さんのこと見てるじゃない、見てるんだけどこう全ここを見てんだけどここら辺見てんだよね、全体のこうエネルギーを見てるみたいな感じだから、全体を見てるから全体のエネルギーを読んでいるみたいな感じになって、そうだからその場が今どういう状況かとかっていうのを一瞬にして把握するみたいなところがありますよね。はい、あとは結構そのクールに物事を分析してるから、この人はこうだとか、あの人はこういうとこがあるとか、その人の本音を言ってるかみたいなとことかを見抜いちゃったりとかね、うん、そのようなとこ、やっぱ人を見抜く力っていう、だからそこすごいよね、人を見抜く力はものすごくあるし、うん、やっぱり そこじゃないと嫌だしね、うん、あとは高い直感力、直感力に関してはピカイチだよね、なんだろう、もう直感で生きてるからっていうところだと思うんですけど、うん、ものすごい受け取る直感の質が高いっていう感じがしますよね。ものすごくやっぱり工事からのビーンっていうのがこうすごく質の高いものがビーンってきてるみたいな感じ、そう、そういう感じがしますね。質が高い直感を受け取ってるっていう感じと、直感で生きてるみたいな人もすごく多いような気がしますね。別にそうみんなが当てはまってなくても全然いいんですけれども、このような人が多いような気がします。はい、じゃあ次ですね、強い個性とか独自性を持っているっていうことで、他の人とは異なる独自性とか道を歩んでいたりとか、自己表現において独自のスタイル、アイデンティティを持っているっていうところがあるみたいで、ありますね、これもね。かなりさ、この独自性っていうところで、やっぱり唯一無二のものを一人一人が持っている。まあみんなそうなんだけど、その中でも、なんていうのかな、スターシードの人ってこう本当にあの人ってなんていうの、個性的だよねとか、個性的って言われる人多いんじゃないかもしないかなと思いますね。私もずっと個性的っていう言葉がもうもっと言ってみたいな感じで、個性的もういただきましたみたいな感じ、変わってるとか個性的って言われるともうすっごく嬉しくなっちゃうんですね。すごいやっぱり変わってたいっていうわけじゃないけど、やっぱ面白いじゃない、みんなと同じってさつまんないじゃん、面白い方が人生っていいなと思ってるから、変わってる方がいいと思ってるし、他の人と同じことやったってつまんないじゃんって思うから、なんだろう、同じものが例えば自分が興味あっても、あえてこっち行こうみたいな感じで、独自の道にやっぱり今まで進んできてるっていう感じのところがありますね。はい、であとは、そう、強いやっぱ個性的、みんなやっぱスタジオの人すっごい個性的だね、なんだろう、一匹狼的な感じの人が多いし、一匹狼が多いで、しかもどう個性的かっていうと、なんか群れないのと、なんだろう、自分を持っているだな、うん、どう個性的かっていうとやっぱり自分を持っていて、その個性が強すぎるみたいな、うん、強烈な個性みたいな感じですね。ちょっとうまく言えてるかな、うん、自分を持っていて強烈な個性を放っている、うん、っていうところがすごくありますね、うん、個性的な人が本当に多いと思います。だから変わり者ってみんな言われてきてる方多いのかなっていう感じですね。はい、じゃあ次です、宇宙とか、異次元とかそういうものに興味がある、宇宙の周波数が好きっていうところで、やっぱり宇宙とか銀河、宇宙的なつながりについての知識や経験を追求するところがあったりとか、そういうところは好きっていうことですね。あとは宇宙人とかにやっぱ関心を持ったりとか、うん、ここさ別に持ってなくてもいいんだけど、やっぱ宇宙の、私はですね、もともと全然宇宙人とか好きじゃないんですよ。別に何にも全然興味ないし、星を見て、まあ綺麗だなとか思ってたけど、それよりも現実の方が楽しいみたいな、本当にね、現実が大好きなんですよね。現実主義なので、現実大好きなんだけど、何が好きかっていうと、宇宙の周波数がめっちゃ気持ちいいんですよ。もうね、本当に気持ちよくて、その宇宙の周波数にやられちゃった人みたいな感じなんですね。
だからこの宇宙とかに興味があるっていう、そのもちろん宇宙っていうものにそのロマンみたいなのを感じたりとか、ちっちゃい時からしてたりとか、帰りたいって思ったり、うん、あとはそのなんだっけ、次元感とかさ、いろんなものにそういうこの世の仕組みみたいなのにすごく興味がある人もいると思うけど、私は宇宙の周波数が大好き。宇宙の周波数、あ、これ私の周波数みたいな感じになるっていう、この宇宙の周波数にやられちゃった私って感じなんですね。そう、だからこの宇宙の周波数に結構触れると、あ、懐かしいなと思って、だから私のチャンネルは結構その周波数になってると思うから、勝手にみんな、あのね、この周波数ってめちゃくちゃ良くて、なんて言うんだろう、もうね、この宇宙の周波数って要はさ、そのハイヤーセルフとか宇宙存在とかにつながってると、その周波数に結構なってくるんですよね、自分自身が。でそうすると、その自分が話してるとその周波数になってたり、このチャンネル自体も多分そのような周波数になってるんだと思うんだけど、でこの周波数に触れると勝手に人が気づいていくんですよね。勝手に気づいてって、勝手に覚醒して、勝手にありがとうございますって言われるんですよね。だからこの私が言ってる言葉とかよりも周波数でみんな勝手に気がつくっていう、すごくね、効率がいいんですよね。そうで、あとはやはりですね、宇宙に興味があるっていうところで、やっぱ帰りたいとかだよね。あとはその宇宙人の話とかも、私もだから宇宙の周波数に興味を持ったところもそうなんだけど、やっぱりこの宇宙存在のことが分かってくると、はすごく合理的な存在だし、愛にあふれてるし、懐かしいなっていう感覚も出てきたりしてるから、やっぱりそっちの方がルーツなんだろうなっていうふうに思ったりもするんですよね。そうで、宇宙的なつながりについて、やっぱりこうだんだん思い出していったり、もともとそういうね、感覚持ってる方もいると思いますし、とにかく宇宙に興味があるっていう方は、やはりその宇宙のね、スターシードの特徴に本当に当てはまるんじゃないかと思いますね。今んとこ全部やっぱり当てはまるね、私もね。で、最後ですね、次は高い創造性と創造力を持っているってところで、やっぱり独自の創造性とか、創造力を持ってて、芸術、音楽、発明とか突拍子もないアイデアとかですね、そういったものをこういかんなく発揮して、才能をいろんなところで発揮しているっていうところが特徴にあるということで、別にこの今やってるさ、仕事とかじゃなくても、やっぱり自分が好む音楽とか芸術とか、まあ、描く絵とかもそうかもしれないし、まあ、字かもしれないよね、うん、なんかそういうものが、とにかくその感性が豊かだから、想像に満ちているっていうところで、いろんなところでそれをね、使ってると思うんですよ。例えば映画を見に行った時に、私とかの場合だと、そのなんか映画見てると監督の気持ちが分かっちゃうんですよね。監督がなんでこれを撮ろうとしたかとか、別にそこまで見ようと思ってないんだけど、監督の気持ちが入ってきちゃうみたいなところがあって、わーって、だからこうやって目に入ってくる情報以上のものがやっぱり想像で入ってきちゃうんですよ。入ってくるっては別にいいんだけど、あとは例えば絵を見てるとするじゃないですか。絵を見、美術館とかに絵を見に行くと、もうそのね、描いてる時のその人の感情とか、なんでこれを作ろうとしたかとかっていう、その裏のところまで結構見えてきたりして、すごくな、一つの絵ですごい楽しめるみたいな感じがあったりとか、多分ね、そういうのあると思うんですよ。だからそういう風な楽しみ方もできるし、あとはその自分自身で皆さんがやるときに、なんていうの、絵描いたりとか、自分自身が絵描いたときに独自の色使いをしたりとか、独自のとはなんか手で描くとかもそうかもしれないよね、うん。あとは音楽とかも、やっぱ独自の音楽、興味のある分野がさ、独自の音楽だったり、結構そのスタシノの人って耳がものすごく発達してる人も多いから、その音の細部までこだわる人とかいるじゃないですか。ちょっと私はそういうのはあんまないんだけど、そういう方ももう本当、もう生粋のスターシードっていう感じだと思いますね。そう、あとはやっぱ突拍子もないアイデアが降ってくるからね。だからそういう発明であったりとか、それをだからビジネスに結構使ってる方も多いと思うんですよ。この、まあ、別にその芸術だけじゃなくて、でもビジネスとかはいろんな、まあ、仕事もそうだよね。ビジネスって、うん、自分で仕事をすることもそうだし、こうビジネスね、いろんなビジネスをやっていく上でも、それもやっぱりその、なんていうの、いろんな直感を使って、それも芸術みたいなもんなんですよね。美しいこう創造性を使いながらいろんなことをやったりするから、あとはそのライフスタイルみたいな、自分自身の生きているっていう、生きている
この毎日の中でお料理に対してそういう創造性を使ってるのかもしれないし、でもとにかくその何だろう、その自分自身の感性をいろんなものに生かしている、得意分野と得意じゃない分野が絶対ねみんなあると思うんだけど、お料理とか私も全然ね全然センスないし、だけど批評は得意みたいなところとかあったりとか、するし、だからこういうね独自のやっぱ創造性とか想像力を持ってそれを遺憾なく、楽しんでいるっていうところがまあスターシードの特徴じゃないかなっていう感じですね。はい、まあ、スターシードの特徴ってね結構いろいろあると思うんですけれども、まあ、とにかくね合理的、クールで合理的でやっぱりこう独創性に満ちてるよね、変わってるやっぱりクールで独創的で、創造性に満ちていて変わってる、もう何回も言っちゃうけどそこが一番あるような気がしますね。で、ここからですねまだ後半に続いていきますので、次回は後半の部分でねまたいろいろお話ししていきたいと思います。今日はスターシードの特徴についてお話しさせていただきました。スターシードクーさんとのね本も、本当にね読んでてワクワクする、絶対ワクワクすると思うし、私もなんかこう読み返してみて、講演会の内容なんですけどやっぱ読んでてめちゃくちゃワクワクして、やっぱすっごい面白いだし、面白いし、あやっぱ好きだなって思ったので、ぜひね皆さん読んでいただきたいなと思っていますので、概要欄のところにありますのでぜひ読んでみてください。ではでは。